もう始まってんですね。はい、ユナフェス2021、お越しいただきましてありがとうございます。なんと今大雨らしいですね。大雨、会場ですね、配信も行う都合上、街中広場の近くにありますクラブネオをお借りしまして、これからですね、タゴさん、そしてデフテックのシェンさん、そして DJ 平勝さんお呼びしたいなと思っておりますが、若干ではありますが街中広場にいらっしゃる皆さん、クラブネオ椅子をご用意させていただいておりますので、もし生でご覧いただけるという方はですね、クラブネオお越しいただければ、これはあれですよね、 もちろん無料でご覧いただける。人数制限かなりあります。人数制限かなりありますんで、早い者勝ちかもしれませんので、どうぞ。あ、棚つもののひろたさんもお越しいただきましてありがとうございます。今日は飲食がですね、コロナの関係で急遽皆さん出店取りやめということになってしまって、特に棚つものさんなんていうのは在庫をかなり抱えてしまったんで、それをどうすんだと、まあ、今日の夜その在庫を履けるように頑張りましょう。はい、改めまして福島ユナイテッド FC スタジアム DJ の藤原和弘と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、特に台本ございませんけれども、まずはですね、この後14時からライブを控えていらっしゃいますシェンさんと DJ 平勝さんにお越しいただきたいと思います。よろしくお願いします。もうどちらでも、どちらに座っていただいてもどうですか、このクラブネオがアクリル板を用意してくれてるっていうのがすごいですね。これね、これ普段何に使ってるんですか、これ。あ、ドリンクバーのところ。ああ、なるほど、ありがたいですね。なるほど。あ、シェンさんようこそ。よろしくお願いします。ようこそ福島へ。こんにちは。平勝さんようこそ。よく見て知ってる顔です、はい、じゃあ私勝手にですけど、はい、ちょっとプロフィールをお二人のいただいてるんで紹介させていただいてもよろしいでしょうか。ぜひ、間違ってたら言ってください。はい、まずはシェンさんです。はい、SHEN、 そう、シェンさん。そこからシェンロンのシェンロンのシェンロン。中国生まれのハワイオアフ島育ち。そうでございます。で、20歳の時に日本に来て2001年にデクテックを結成。はい、ファーストアルバムデクテックで大ブレイクして8枚のアルバムをリリース。はい、累計500万枚のセールスを記録して。と、500万枚ですか。まあ、それはね、前の時代の話ですね。前の時代今何やったっけ、結構アップルミュージックで1億ストリーム超えちゃった。1億です。1億？ 1 億ですよ。ちょっとこれ、ちょっと500万っていうのちょっと変えてもらっていいですか、今1億ですって。まあでもそれはね、フィジカルアルバムの話で、これはストリーミングの話なんで。すごい。で、現在なんですが、音楽制作のイベントのほか執筆活動とかされてて、で、ライフコンサルティングなど新しいチャレンジ、アロハ大使として活動もされてる。はい、そうです。実は5年前にハワイに帰った時に、はい、まあ、ローカルハワイアンにホニーグリーティング、ハワイアン挨拶、トラディショナルハワイアン挨拶はおでこと鼻合わせて息を交換するっていう挨拶なんですよ。はい、それは本当のアロハ挨拶、ホニーのグリーティングって言うんだけど、それがアロハの本当の意味。アロは2人分の意識、ハは命の息、2人分の意識合わせて息を交換すると愛の世界に入る挨拶です。そう、だから意外と深くて30、その時に35年間も生きててハワイ出身だったので、なんでこれ知らなかったかっていうことをちょっと気づきました。それ今ソーシャルディスタンス取らなきゃいけなくて、そうで、大変ですよ。一番大変な、そう、できなくて、ダメになっちゃってるやつですよね。そうなっちゃってる。そう、愛を感じちゃダメ。そっか、やっぱね、愛大切ですね。はい、大切です。もうさっきもですね、うん、この後登場していただくタゴさんと二人でこうこの会場で話してたんですが、シェン君が入ってきたら全然空気変わりました、ね、急にピースになりましたね。いや、間違いないです。まあ、後ほどタゴさんに登場していただきたいと思います。そして平勝さんなんですが。あ、どうも平勝さん。はい、もう平勝さんはですね、DJ です。数々の DJ バトルで日本チャンピオンになってます。世界大会も出場してます。DJ バトル以外でも数々の クラブでプレーしておりまして、もうですね、コロナ前だったら300日ぐらい稼働してたんじゃないですか。290ぐらいですね。ね、今コロナということで、そうです ね、 なかなかね、福島にももう毎年よく来てるんですけど、ちょっとなかなか最近来れてなかったんでね。はい、
僕も個人的にはあの半年に 2,3 回ぐらい会うっていう平勝さんなんですけれども、ね、アイさんのライブ DJ をデビュー前から、はい、だからたまにあのアイさんがミュージックステーションとか出ると、あの僕はアイさんっていうより DJ 誰なんだって言って、あ、平勝くんだと、ありがとうございます。そういうところ。そして今はデフテックのライブ DJ も、はい、してるということで、今回はお二人で来ていただきました、はい、この後14時からということで、ライブがあります。ちょっと雨降ってました。雨が多分上がりますんで、ぜひ、上がります雨は。そうですか、はい、今日どっから来たんですか、平勝さんは。東京ですよ。東京、神奈川県です、正確には横浜市です。横浜市、はい、半袖で来てちょっと福島来たらすげえ寒かったっていう。そうなんです、ね、風邪ひかないでくださいよ、平勝さん、はい、私平勝さんの生活知ってる方だと思うんで。本当ですか。心配でしょうがないんです、同い年なんで大丈夫です。あったかい格好でお願いします、はい、分かりました。そしてシェン君も福島は何回目ぐらいあるんですか。ツアーとか含めて結構来てるんですよ。来てる、多分4、5、多分デフテックのライブでも来てるし、はい、僕と2人でも。あ、そうですよね、何度か来てるんで。今日はどっから来ていただいたんですか。まあ、東京を経て、はい、沖縄からですね。あ、沖縄でだってもう梅雨明けちゃったんじゃないですか。まだ雨降ってたんだよね。へー。そう、もうだからここから、まあ、台風シーズン今年もすごくなりそうな噂は聞いたけど、まあそう、梅雨の中やっぱりこっちの梅雨とちょっと違いますよね。向こうが 雨がなんかなんとも、なんか細かく言えないけど、なんか本気の雨なのかな。そう、なんか毎回ゲリラ豪雨みたいな。いや、雷が家の上でもうなんかでかい太鼓、超でかい太鼓ドーンとクラックしたみたいな。大丈夫ですかねみたいな、ちょっと心配になってたんだけど、はい、そういうレイニーシーズンなんですね、沖縄は。レイニーシーズン、レイニーシーズンでこの後ライブですが、まあ、ご覧いただいている方で楽しみにしている方いらっしゃると思います、はい、じゃあお二人から一言ずつですね、はい、配信をご覧いただいて、会場でご覧いただいている方もいらっしゃると思います。あ、はいはい、まあ、どんなライブになるのか、どういうふうに楽しんでいただきたいのか、はい、お言葉いただけますか。はい、まあ、最近平勝とよく話してるんだけど、こう自分の息を大事にすること、やっぱり自分がフィジカルで息吸ってないと自分が無意識の世界に入ってる。だから1日の中でどれぐらい自分の息を意識できるか、まあ、仏様へ行く道だと思うんだけど、それをすればもう幸せがあふれるし、本当に存在感が出るし、今現在に着くし、だからなるべくそれができるようにぜひみんな息吸ってください。もうマスクの中で大丈夫だと思うんでそれだけメッセージですね。こんないいメッセージあったら平勝さん、いいですね、平勝さんの言葉いらないんじゃないかな。全く同じこと言ってよどうぞどうぞぜひぜひ平勝さんお願いします。いや、まあ、はい、今いろいろ大変な時って言いたくないけど、うん、まあ、そういう時でもあるんで、はい、まあ、少しでもこう元気になってもらうように、そして福島ユナイテッドの勝利のためにも平勝さんサッカー好きなんですもんね、はい、サッカー好きなんで、実は気にしてるんですよ。そのチーム関係なくサッカー好きなんで、J3 リーグもよく見てるんで、はい、ありがとうございます。ご活躍は知ってます。はい、今まで我々サポーターが慣れていない、半分終わりそうで3位っていうのはなかなか慣れてないから、ちょっとふわふわしてるんですけど、でも今チーム一丸となっていい雰囲気でサッカーできてるんで、なんで今日のライブで皆さんの応援がこうよりいい応援ができるように。はい、シンクのさっきの話を聞いたら、やっぱり届くんじゃないかなって思いましたね。そういう応援ってね、はい、宮崎にもこう届けられるようにしたいと思いますんで。イエス、イエス。シェンさん、そして DJ 平勝さん、ありがとうございました、はい、今日この後ライブよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。どうも。午後2時からですね、街中広場で、ライブとなりますので、ぜひ皆さんお近くの方はお越しください。それは配信はないんですが、はい、雨降っていますけれども、雨にも負けず、はい、ライブを行っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは皆さん、お待たせいたしました。本日もうお一方スペシャルゲストが来てくださっております。福島の、あ、 GM じゃなくなったんですね、あの方は。スポーツダイレクターになりましたね。ということで、そのつながりがありまして、福島ユナイテッド FC の提携クラブ湘南ベルマーレともご縁があるという、スタジアムナビゲーターの先駆けです。
ナレーターの田子千尋さんにご登場いただきたいと思います。田子さん、よろしくお願いします。タコさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いや、また空気がちょっと変わりましてシェン君のねえ、やっぱり呼吸が大事って言ってるじゃないですか、はい、いや、私もやっぱり喋る仕事なんで、はい、やっぱ呼吸はかなり意識してます、はい、で、私は実は本番前にですね、必ずこれで発声練習をするんですよ。これビューティーボイストレーナーって言うんですけど、はい、まあ、サイレンサーです、これを口に加えまして、ってやると、はい、今すごく高い声を出したんですよ、そうすると声帯が伸びて低くて渋いいい声が出る、今なら私の歯型付きで25,000円。いやいやいや、すいません、急にさっきシェン君が言い出したから取り出したとかじゃないんですよね。取り出しました今急に呼吸だなと彼がそう来るなら俺はこうだなと思ってもうすいません。さあ、改めてなんですが、タコさんのプロフィール、はい、こちらもご紹介させていただきたいと思います。サッカー界スタジアムナビゲーターの先駆けです。湘南ベルマーレの初代スタジアムナビゲーター、現在はテレビのナレーターとして池の水を全部抜く、あとは我々の年代だとすごい刺さってしまうんですが、スマスマのビストロ、はい、ビスマップですか、はい、とかやりましょうか、はい、ビストロスマップ、木村草薙ペアはニューコンのこの見しななんてね、こんな感じですね。それね、はい、酔っ払うとうちのスポーツダイレクター真似しているやつですねそれ完全にそうですか、僕もそのフレーズしか覚えてません長年やってたんですけどね。そして現在はダゾーンのフットボールフリックス、そう、こちらのナレーションも担当されているという、はい、そうですね、はい、皆さんご覧になったことがあるか分かりませんけれども、はい、なかなか渋い番組なんですよ、ヨーロッパサッカーを取り上げてサッカーのこと何も知らない私がナレーションしてるっていうねもうこれがいい番組ですよぜひご覧くださいね、はい、サッカーボールは何個かっていうのはそれは田子さんボールそんなことは知ってますよ一応湘南ベルマーレね、11年ぐらい私ナビゲーターやってましたんで、はい、もちろんもうルールももちろん知ってますし、はい、もう湘南のことを愛して、はい、湘南に命をかけてやってましたから、11年、ちょっと今その時の記憶がちょっと薄れてるだけで、ということで、まずはですね、はい、タコさんがですね、決してこちら側からオファーもしてないのに自分のナレーターになるまでの軌跡を皆さんに紹介する DVD を持ってきていただいたので、もう本当にね、さっき会場で流したんですけどね、はい、子供には見せられない、なんで映像を子供がたくさんいる会場で流したのか、もうその上サッカーのサの字も出てこないっていうね、出てこない映像なんですが、まあ、私の人となりを知ってもらうためにね、はい、ほらこんな顔して、まあ、もう年だし、もうこんな顔してるじゃないですか、でも本当はバカなんだよってことを知ってもらうためにねもう出てきた瞬間分かったかもしれませんがすいません。それではそちらの映像がですねありますんで皆さんにご覧いただきたいと思います。あ、ということはこれ会場でもまた流れるの、会場にいる方ももう一回見なきゃいけないの、映像。そうだね、そうです、会場の皆さん、じゃあお子さんのですね目線はちょっと隠していただいて水風船で遊びながらですねそれでは田子千尋さんのナレーターになるまでの映像をお届けしたいと思います。どうぞ。田子千尋自伝的ボイスサンプル、他言無用、いつ見ても波乱万丈、青蘭編開幕。田子千尋は東京都立川市に生まれた。やんちゃを繰り返しつつギリギリ高校卒業、そんな彼の大学受験は当然失敗。行き場をなくした彼は誘われるようにある場所に行き着いた。その日からタゴは名前ではなく番号で呼ばれることとなった。認識番号 G871456、 配属地東部方面隊武器隊。タゴが行き着いた場所、それは自衛隊だった。自衛隊に入るときにね、頭の毛全部剃って入ったわけで、伸びるに従って金髪に染めてたわけよ。そしたらね、僕の同僚が一緒に面白がって染めたわけ。途端に隊長から呼び出されて、ね、日本中の自衛隊員の中で頭染めてんのお前だけだって怒られたわけ。そしたらタオがいるじゃないって言ったら隊長がバン、
タゴのことを軽々しく口にするなよ。奴がどんだけ黒い髪になりたいと思ってることかね。もうその後ね、あの金髪飽きちゃって黒い髪になったら体調ポッカーンとしてました。自衛隊を任期満了除隊後、男は自分が本当にやりたかったことにかけようと思った。東邦学園専門学校放送芸術科に入学、ディレクターになること、それは男にとって子供の頃からの夢だった。朝サーフィン行って、昼東宝行って、夜ディスコ行って。朝サーフィン、昼東宝、夜ディスコ。朝サーフィン、昼東宝、夜ディスコ。イヤホー。そんな海と夜の街を気ままに泳ぎ回る男、田子千尋をじっと見つめる者がいた。田子を見つめていたのはスカウトマン。なんとモデル事務所にスカウトされたのだ。メンズクラブミスターハイファッション男子専科。タゴの眉間にシワを寄せた渋い表情がファッション雑誌を席巻していった。そしてついにはモデルの聖地東京コレクションのステージにも。そんな1980年代、あの頃の日本は巨色の豊かさに翻弄されていた。身を飾り立てた分だけ震える女たちがネオンのぬくもりに誘われてやってくる。東京六本木バーバハマクラブ、そこにシェイカーを振るタゴの姿があった。夜の街で嘘と誠の境は曖昧だ。モデル相手ともなれば曖昧な恋愛ごっこでも女を酔わせる。商売はバブルの勢いでさらにエスカレート。空間プロデューサーとして店舗を企画運営、それぞれ大繁盛または倒産させる。そして10億円かけた飲食ビル、3億円のカラオケ店、麻布で板飯や横浜で祭りの後は物悲しい。バブルとともに男の夢も弾けた。そんなタゴのところにある男がやってきてこう告げた。タゴさん、ナレーターやりますか。それは後にベルベットオフィスを立ち上げる男だった。タゴに運命の急ランプが光った。いかがだったでしょうか。こんな私ですが、もしよかったらぜひ声をかけてください。よろしくお願いします。ということで最後はしっかりこれ、あ、営業の部位だったんだなっていう。そうなんです。これを持ってディレクターとか、ま、テレビ局とか回るんですよ。もうカズ君、なんこの空気どうにかして。もうさっきシェン君と平勝君いた時はあのお客さんいらっしゃったんですけど、はい、もういつの間にか今この会場はあの関係者しかいませんからね。申し訳ございません。まあそんなこんなでね、はい、こんな男に仕上がりました。はい、え、田子さんは、はい、ハーフなんですか。そうです、そうです。父親がアメリカ人で、はい、母親が日本人。へえ。じゃあもうもともとで、育ちは、お育ちは日本で。そうです、そうです、はい、もうずっと日本なんで英語は少し。いや全然話せてないですよ今。アクセントがそれっぽく言っただけですから。すいません、申し訳ございません。でナレーターになる、もうあのバブルの激動のバブルの時代を、はい、本当に今、まあ、映画とかドラマとかで再現するようなあの世界をもう体現してたんですね。もう札束の中かき分けて歩いてました。本当に大変でした。もう行き倒れになるから札束。まあ、六本木にはベンツと BM しかないみたいな。まあね、ほぼね。でその当時僕モデルやってまして、はい、モデルはね六本木タダだったんですよ、どこ行っても。え、そういうバーとか行くと。もうバーでもその当時ディスコですけど、はい、ディスコ行っても全部タダ。もう客寄せのためにね。だもう一日中もう遊び歩いて、でなんかね、どっか泊まって、またそこからなんかモデルの撮影行ってなんか、ね、そんな生活やってましたね。そしてそこを経て、はい、まあ、ナレーターの道に行くんですね。そう、ね、そう、まあ、たまたまね、まあ、その時は、ね、横浜でピアノバーをやってたんですけど、はい、そこに、ね、こんなロン毛で全身皮、トゲだらけ
でギター持って歌おうって言いながら入ってきた人がいるんですよ、はい、やばいの来ちゃったなと思ってで朝になっても帰らないわけですよ。上品なピアノバーですよ、一番奥でそいつがこうやってるんですよもうで一緒に飲もうって言うから一緒に飲んでたんですけど、タモチェーンって言って名前知ってるんですよ、で、今度番組やるから一緒にやらないって言われて、でそれはねフジテレビの深夜のお笑い番組だったんです。藤原紀香さんと中村江里子さんが司会で、はい、でまあなんかいろいろその当時の売れてる人が出てたんですけど、でそれがね、まだナレーションがやったことないんで、はい、どうすればいいのって言ったら、鶏の絵とか描いて渡してくるんですよ、OK、OK みたいなさ、OK とかちょっと酔っ払ってみて、OK みたいな、はい、そこからスタートして、ところがねその番組もうダメな番組で、はい、日テレのマスコットを屋上から落としたり車で引いたりして日テレから正式な抗議を受けて正式なワンクールで終わりまして、はい、でそれと全く同じスタッフが今度スマップを使って番組やるけど喋、るって言われて、いいよってスマップ知らないけど知りませんもちろん全然、でスマップスマップっていう番組が始まったんですよ。へ、最初そのビストロスマップっていうコーナーがあるけど、はい、どんな感じで喋ればいいのって、じゃあフレンチシェフでやってみようか、ビストロスマップダメだなみたいなで、まあ、だんだん、まあ、あんなような形にだんだん落ち着いてったっていう感じですかね。え、結局そのギターでロン毛の人誰だ？フジテレビのディレクターだったんですよ。それが、まあ、その時僕コマーシャルとかを時々喋ってたん で、はい、でそれ調べてでここにいるっていうんでスカウトに来てくれたの。あ、そうなんですか。そうだからもうそれでもう、生活が安定したんで、はい、お店はもうめんどくさいんで辞めちゃいましたけど、そのままでそこからもうずっと32年声の仕事をやってます。もう元々そういうもうバリトンの僕ね喘息の上、はい、犬猫アレルギーで、はい、もうねで大きな声を出さないと声が出せなかったんですよ。ポリープがもう喉の周り全部できてて、はい、もうこの間手術して取っちゃったんですけど、でだから最初はねだからもう5分喋るのも辛かったんです。うわってただ、はい、そういう声のナレーターがその当時いなかったんですよね。だいたいアナウンサーさんが綺麗な声でリポビタンデーとか言ってるような感じで、はいはい、でこういうガサガサ声でガーってやるのがいなかったんで、それでこう面白がって使われるようになったっていう感じですよね。それと同時にこんな声なのにおしゃべりなんですよ。今日もですね、だいたいこの福島に10時半ぐらいに入っていただいたんですが、はい、ずっとタコさんお話されてますもんね。ねえいやね、あの医者から、はい、君は声帯が弱いから朝起きてから寝るまでずっと喋ってろって言われたんでずっと喋るようにわざとやってるんです。それはじゃあドクターの指示ってことですか。指示で、だから電車の中でも次は花道なんてねやってますよ。危ないですよねそしてじゃ あの湘南ベルマーレのスタジアム、まあ、ナビゲーターになったっていうのは、はい、スマスマのそのナレーションをやっててるのと同じぐらいの。そうですね、同じ時期ですね。たまたま知り合いのその女性から連絡があって、はい、スタジアムナビゲーターを探してるんだけれども、はい、やるって言われて、おやるやるって、どこ行けばいいのって言ったら東邦学園、僕が卒業した東邦学園でオーディションやってるからそこへ行けって言われて、と思って、で、まあ、サッカーのこと何にも知らないのに、はい、フラフラって、 あとねその当時ね K1 ワールドマックスもやってたんですよ、はい、で K1 はね K1 ジャパンも K1 のヘビー級も、ワールドマックス も、はい、もう全部僕やってて、でそのスポーツ系だったら、まあ、その当時今立木さんってねすごい人がいますけど、その当時はタゴって言われてて、はい、まあ、それでじゃあ行ってみようかっていうんで声がかかって、でもうね100人ぐらいいるんですよオーディションの会場に。すごいですね。ベルマーレのオーディションにもう100人も集まってるんですよ、わーっと。で何これと思って、で行ったら先生方がオーディションやってて、はい、あどうもーなんて、あタモちゃんとか、何しに来たのってオーディションって、あ入れ入れっつって、なんか、ま、みんな待ってるんだけど、中入ってわーって喋ったら、おうやればいいじゃんって、じゃあお願いしますなんつって、まあ、ただですねそれをね実際に見ていた当時チーム関係者だったという現在は福島ユナイテッド FC スポーツダイレクターになってます竹花さんもですねちょっとその当時の模様、昨日のことかのように鮮明に覚えているということなんで、今実際本当だったのかちょっと聞いてみたいと思います。声だけの出演になりますが、竹花さんよろしくお願いします。お願いします。実際どうだったんですか、オーディションで100人も集まったって。いやなんかもう当時僕らスポンサーさんでリズメディアさんってミーシャの所属事務所の会社についていただいてて、はい、そこの社長の谷川さんが
いやもっとこうサッカーもエンターテインメントでやんなきゃいけないって言って、当時は本当にこう選手紹介だけなんかあの高校野球みたいな感じで、はい、ちょっとあるかなぐらいだったんですけど、で、それのオーディションをやるって言って、もう芸人の方から俳優さんからいろんな人来て、もうちょっとした事件でしたけどね。それはあれ、まあ、ちょっとね、今何人ぐらいご覧いただいてるんですか？30人ぐらいですか？30人。ギャラが良かったんですか？ギャラはいくらだったかね。ギャラはね、うん、10万じゃねえから言っていいのかな。1回もう多分そんな感じ。そうそう、うん、で最初からそれでやってて、でなんかもう条件ももう出して、はい、でもう何人かの中からあのもう田口博だっていう話になって、でそういうこう演出、要はこう試合をこう楽しく、今みんないろいろビジョンとか放送でやってますけど、はい、当時は全くなくて、でそれを、若かりし頃の私が、はい、そういうやつと組めって言われて、もうずっと2人で、あ、ロンドンもいたから3人で、やっていたと。だって田子さん全然サッカー知らなかったって言って、いや忘れもしない、渋谷の、要はオーディションは こっち側でみんなで見てるから、で顔合わせって言って、渋谷の東急かなの喫茶店に、ロンドンとキャプテン翼のルールブック握りしめて太郎さんがいや違うのよ、東邦学園の先生が紙袋持ってきたわけで、何って覗いたらキャプテン翼がなんか30回ぐらい入っててこれで勉強しなさいって言われてもう入り口が間違っちゃって、ますますなんかもう本当にこんなのできんのかなみたいなね話になっちゃって、もうそうそうそう、でもうとにかくサッカーわからんから、スタートして、まあ、さっき言ってたけど今も分かんないと思いますけどはい、何人でやってんのかなでもそこから行って、でもその開幕戦っていうやつももうどうやったらいいんだっていうのがもう今までのやつが分からないんで、でとにかくそのイズメディアさんがいろいろ一緒にやってくれて、平塚競技場のあのトラックに、はい、あの葉っぱっつって、あの炎が上がるやつをだいぶ置きましたよね。置いたね。あのトラックの周り、トラックの上にってことですか？置いて、でとりあえず K1 やってたんで、あんな感じで行くしかねえっていう話になって、そう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 、K1 で必ず煽りがあるじゃないですか、はい、男はみたいな感じのやつ、でもそれで行っちゃおうって言うんで、最初に煽りをガーやっといて、でもそれが大爆発だよね、ドカーンみたいな焦げちゃってね。そうでめちゃめちゃ怒られてだってサポーターって近いわけでしょ、その日は。いやもうあのファイヤーはすごかったですよね。大変だったね。こんな規模でやってくれるんだと思ってもう多分最大規模で、そこでそのいつもタコさんがバーッとこう喋って、当時だと J リーグディビジョン2つってで、大乱説の間に選手の入場ですっていうところがスタートで、で1回目から入場コメントやっちゃったもんだからもうやらざるを得ないじゃない呪いのようにでもそんな毎回毎回でも全部変えるって言って、毎回毎回変えて、もうその時はさ、自分のネタ帳が2冊ぐらいノートあって、もうなんかかっこいい言葉あったなと思ったら全部書き留めて、でバキ読んでて、ハンマー裕次郎がこう言ってたみたいなさあ、これかっこいいじゃん、テレビでこれ言って、あ、これだこれだみたいな、でそれを全部組み合わせてドカーンってやるんですけど、あと映画をね題材にしたりね、そうそう、マトリックスリローデッドってなってね、監督変わった時にはね、リローデッド、ベルマーレリローデッドなんて言ってね、多分今 J ビレッジやられてる上田英二さんからね、菅野さんに変わった時だと思うんですけど、なんかこう、もうとにかくこうオーロラビジョンがないから、まあ、当時どこにもあんまなかったけど、なんかもう音だけで何ができるかっていうんで、そういう映画の CM 見てて、俺がなんかいいなと思って、あ、これ次ちょっとあのタコさんでやろうと思って、その CM の原稿を、なんとなくこう今のベルマーレの内容にこう変えて、そう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 、スターウォーズやったり、なんかいろいろやりましたよね。やりましたね。いや実は今日も、はい、タコさんにそれをお願いしようかと、福島ユナイテッドの入場コメント、入場コメントを喜んで、いいんですかもちろんですともこんなお忙しい中福島に来ていただいて。暇です月に1回池の水抜いてるだけですもう全然暇です、ね、もう福島初めて来たのよ俺。もう、あ、そうなの。呼んでくれて嬉しいわ。いやいや本当に8年、会うのは8年ぶりぐらいで。そうだよね。いやだって僕はずっと聞いてましたから、あのスタジアム DJ として
まあ、ナレーター界ではやっぱ田子千尋さんって言ったらもうとっても有名な方ですし、あとはもう竹穴さんからもこんなことがあった、あんなことがあったっていう、まあ、今は放送には載せられないようなことからですね、載せられるレベルまで、まあ、あの破天荒な男にはかないませんけどねいやいやでももう2人でもうだからいろんなことしましたよね。そうそう、なんかね、元ベルマーレにいた選手の元をこう回っていろんな地方を、2人で飲みに来ただけなんだけど本当は回ってインタビュー撮ってそれを会場で流して、はい、で皆さんに聞いてもらってなんてね、10周年かな、10周年記念授業で、仙台に岩本照さんがいるってなったら仙台行って、はい、あの時のホヤの味は忘れられないよフルーツのようなホヤ、ね、そうしよう、そうそう、でもとにかく収録をもういかにコンパクトにまとめてとにかく即飲みに行く時間を確保するかっていうのを、草津行った時はもう車で行って温泉行ってもう3時間もう行き道もう喋り直しで2人で、で我々がずっと喋ってるのを、ロンドが優しく包み込むように聞いてくれてるっていうね。でもさ、あれは参ったね、あのさ、いっぺん入場コメントでもうこんな弱いんだったら負けちめえっつってもうはもうちれえとか言って魚の湯に散ってしまえみたいなこと言ってね、もうやけんなって言ったらもう大炎上大炎上で外でもうサポーターが待ち構えてるんですから、もうみんなタコー出てこーいみたいな。で俺も一緒にやってるってバレてるから、なんかもう竹穴どこだみたいな感じにもなって入場コメントがなんか当時なんすかね、なんかのこうスイッチ入って、はい、やっぱりこうホームはホームらしく行こうって話になって、はい、アウェイをちょっとこう煽るようななんかコメントをなんかこう入れたりとかしてるわけですよ、はいはい、あのなんかこうアビスパさんだとキャラが蜂だから、うん、なんか蜂の針の一枚みたいな話をすると鬼のように怒って一番あれだったのがベガルタ仙台が来て、はい、で仙台さんは僕らに負けるともう J2、 来年も J2 っていうのが決まっちゃうと、でベガルタさんすごい熱心なサポーターで、はあ、ものすごいあの言っちゃったな黄色でね来ていただいてで毎回あのすごい来てくれたから、あのベガルタ仙台のサポーターの皆さんようこそお越しくださいましたって言ったら、その後に、なんだっけ、来年もいや来年もよろしくどうぞ来年もお待ちしてますったらものすごい怒っちゃって、もうあの時もね、責任者出てこいって言われて俺呼び出されてもうさ、それネットが炎上するからで俺も結構見るわけよ見てでも反論しちゃうわけうるせえばかりかかってこいみたいなそしたらもうバーンもうさ、で夜中にハッて目が覚めてで見ちゃうわけそうするともうガーってまた増えててあでも今だったらもっとやばいことになってるわけでしょ、もっとやばいでしょ、そうですね、ねえ、うん、で結局できることは、できることをやって、お詫びしますみたいなことで最後書いたらねシュワ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 って消えたんだけど、あれだって聞いたのはあのカズさんかどなたかが来た時になんか相手のそのカズさんを盛り上げちゃったっていう、あ、そう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 あったあったそう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 だってキングカズでしょいいじゃない敬意を払ってでリスペクトしすぎちゃって、それもね、なんだっけ、入場コメントでなんか言ったんだっけ、まあ、なんか言ったね、なんか俺はあんたが好きだみたいなこと言って、ね、今日も頑張れみたいなさそしたらカズダンス見せろとか言ってね、敵チームなのにあ、そうそう、得点取って、カズダンスが見たいみたいな話をやっちゃったわけよ、そしたらあのそれを何万人の前で言うわけでしょ、ベルマーレのサポーターめちゃめちゃ怒っちゃってそうね、カズダンス封印だぐらいのこと言ってきゃいいんだよね、そう本当はね、そうなんかなんで止めないのよ、そこでちゃ止めないから、まあ、あの頃あれだね、俺もソリッドだったからやっぱりこうなんかもうそれがあって、まあ、そう言われてみるともうとにかくあれですよね、もうだって今なんかあの対戦相手煽るなんてことはないんですよね、ないよ、もう今本当にお越しいただいてありがとうございます、もうスーパーウェルカムですよ、まあ、一言は言いますよ、お礼は、はい、その後ね、うん、なんかちょっと言いたいじゃない、チクッとさしたいじゃない、チクッと昔は結構サポーターさんもやっぱ過激な方がね、向こう側も多かったんで、過激でしたよ、みんな、本当に、まあ、今は和解してね、でも和解してね、でもだから、なんですかね、こう入場コメントやったり、なんかそういうのやったり、もう放送で何できるんだとか、
その時になんかうちの農業部じゃないけど、そういやなんかそこから発想一緒なのかなと思ったけど、我々こう湘南ベルマーレ放送部って言って、そうね、うん、でプロの作曲家の方呼んで、はい、もうこの2人で、はい、ちょっとさギターソロが欲しいんだよ、そこでギター泣かしてとかさ何をいい加減なこと言ってんだよ、ね、その入場曲も、まあ、みんなあの J リーグあのアンセムで入ってたんですよ、はい、あのワールドカップの時の、でもそこも入場曲もオリジナルで欲しいっていう話になって、でも我々なんか音楽とか一切できないので、はい、口でなんかねここでなんかこうズゴゴゴーとかギュ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 イーみたいな、ライオンの声入れてくれとかね、ライオンの声どうやって入れるんだみたいな、入ったけどね、それをこう毎年プロに作らして、そうで今もユナイテッドもね、引地君に作ってもらったりとかってありますけど、はい、あと選手の紹介とか、選手のさキャッチフレーズがさ、はい、もう悩んだね、もう最後はもうなんか皆さんから募集してね、そう今はね募集して、そうですね、それでね最初は我々で考えてたんですよ、もうなんか2人でそういう余分なことするから、もう本当入場コメントは毎回どうするんだっていう話になるし、シーズン始まる前にはあのキャッチフレーズどうするんだっていう話になり、で一番恐ろしいのが途中で加入した時ね、はい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 、当日になってあキャッチコピーないよみたいな話になってどうする、慌てふためいて、ロンドンが考えてくれるっていうまあみんなで作り上げたってことですね、まあそういうことですね、でそれで11年やられて、はい、まあ、サッカーはないんですけど、でもダゾーンの今番組がまた、そうですね、僕ねやっぱり割とスポーツはずっと定期的にやってまして、ええ、なんかジャイアンツの専属みたいな感じで、はい、ジャイアンツの番組とか野球選手呼んで、ええ、でインタビューしたりとかそういうのやってたんですよ。野球はご存知なんですか？全く分かりませんまあ基本的に何にも分かんないから何にも知らないのよ。だからあの選手のあのマンオブザマッチのインタビューも、はい、なんかもう選手にもどんどん聞いちゃう一方みたいな、もう、ね、もう誰々ですって言って、ええ、どうだった今日どうなの一番良かったプレー何そうだよねやばかったねあそこはどこだっけみたいなもうねもう本当にそんなんで、そんなんですよ。でも11年やられて、でも僕が途中で鳥取に行ってしまったんで、そう、寂しいから追いかけて行きました。そう、それで鳥取行ったら、今度鳥取は鳥取でやっぱなかなかカズ君とかみたいにそのフリーのでやられてる方っていなくて、はい、でそれこそ、あまりにもいないから一回だけ、僕がやったらあの選手の方からもうさすがに改ざん集中できないからそれだけはやめてくれって言われてでやっぱりここはあの男しかいないっていうんで、田坊さんをただベルマーレがあったんで、ベルマーレのアウェイの時、はい、そうね、呼んでもらって行ってましたね。で、なんだろう、湘南でやれなかったことやろうみたいな話で、あの選手紹介も普通ブースでやるんだけど、バードスタジアムってあのサッカー専用なんで、そうだそうだ、ゴール裏があるにすぐ行けるのよ、だからゴール裏にさーっと走ってて、あのゴール裏のサポーターの真ん中に台を置いて、そこでゴール裏でサポーターたちの前で選手紹介するっていうのを、まあもう皆さんね温かく迎えてくれてね、はい、うわー声を合わせてね、盛り上がったね多分ね。あれでもこっちさん多いから、時々あの最初のドキュンとかっていうアタックが、はい、まあずれるずれるのなんかもうこんな方がさ手振ってんのに見えないからもうっていうのとか、鳥取でもなんか新しくやって、はいはい、やってましたね。で、うん、毎回あの当時ギャラ3万だったんですけど、はい、飛行機代で鳥取からってあの往復5、6万かかるんで、はい、5、6万払わして、はい、夜も払わして、はい、大赤字して大赤字だよ帰るっていう本当にまあでも楽しかったから、やっぱりね、スポーツっていいねどの口が言ってんのよどの口が言ってんだよ終わった後の宴会がいいんだよそうそういかに早く片付けてね、うん、あそういえばさ、今この監督って時崎さんでしょ。そうそう、時々、はい、ね、紹介してたから、だから、はいはい、そうなんですか。そうそう、やっぱ彼がいた頃紹介してましたね、へ、いい男でね、うん、ちょっとこの間写真見たら、はい、ヒゲ生やしてたね。そうですそうです、はい、今宮崎でそうですね、もうね頑張ってくれる。3時から3時からこの後ありますんで、うん、はいはい、はい、サッカー知らないと思いますけど、サッカー興味ないとは思うんですがぜひ
もうね、それもう言わないで。もうでもね、あのしっかりと入場コメントをやらさせていただきますんで、はい、期待してください。でも、はい、さっきもね、ホームページぐらい見てくるかなと思ったら見てこないし、見たっつってんじゃん。見たよ、しっかり見ましたよ。2日前ぐらいになって、連絡して、何したらいいんだって言うから、何も心配しないでとにかく来いと。またブービートラップだらけの台本用意して待ってる。もうね、台本が全て間違ってるんだよ。もう数字は違うわね、もカタカナがひらがなになってるわね。もう、まあ、いいんですけど、でそのまま読んで、それもまた叩かれるっていう。そうね、これやられた、もう会にやられたって感じ。もうっていうのはあったり、まあでもずっと湘南だからやっぱなかなかね、来れなくて、でロンドが、1年最後 JFL から上がるときに、タオさんはやっぱりもう来れないしっていうので、ロンドが1年間そのレンタル遺跡のお知らせってリリース出して、で1年間だけロンド来てもらったり、うん、でもタオさん、はい、そのギャラとか、うん、そういうの関係なく、はい、こう気持ちだけだったらスポーツのその現場のナレーションといいますか、スタジアムナビゲーターとスタジオっていうのはどっちが楽しいんですか？いや、現場の方が楽しいでしょう、はい、やっぱり、ね、イベントが大好きなんですよ、はい、人が多ければ多いほどもう盛り上がるんで、30人ぐらいですか今いるのは、はい、30人ですね、今今配信でご覧いただいてるのは30人です。だから1クラスですね。人数は関係ない、はい、もうやっぱりね、こういうイベントが大好き、はい、そうイベントがやりたくてもうこういう仕事やってるような感じで、レッドカーペットとかも時々やるんですよ、その海外のスターが来て、はい、でなんかこの間はね、ウィル・スミスかなんかの映画で、はい、ウィル・スミスが今ホテル出ましたって言うんで、はい、じゃあちょっと繋いとこうって言うんで、あーって喋ったら後ろがまだ出てません、つないでみたいな、どうすりゃいいんだよみたいな、なんかもうお客さんステージ上げちゃったりなんかしてね、今出ました、つか、あ、じゃあ戻ってさあ今ウィル・スミスさんが出てません、出てないのかよみたいな、結局2時間ぐらいステージで一人で歌ったり踊ったりしてね。で終わってからウィル・スミスがよくやってくれたとか言って、君は最高だよってサングラス外して僕にプッてくれたんですよ、サンキューとか言って、それで行こうとしたら SP がさって取りましたけど、さって取りました。その後お礼状が来ましたけど、ウィル・スミスからそんな丁寧なんですか。彼ってそういうことするらしいのよ。で代理店が届きましたんで、今度お渡ししますって言って、しばらくしたらなくしましたって連絡来ました。なんだよそれって話ですけど。それ言葉はまあ、英語もまあ多少は、多少は、まあ、もちろん通訳さんもいますけどね、そうだからイベント、ね、盛り上がるんで大好きです、はい、今日もですね、まあ天候はあいにくなんですが、なあもう天気なんか関係ない、気持ちが熱い方々がです、ね、はい、街中広場に集まりますの で、 了解です、どうぞよろしくお願いいたします、はい、皆さんと一緒に、ね、試合に臨みましょう、はい、あとは今日タコさんも福島にステイしてくださるということなんで、はい、福島の、まあ、日曜日の夜もですね、ソーシャルディスタンスを取りながらちょっと福島の美味しいものもですね食べていただければな。まあ今日も全部払って帰りますから。まあ金ならあるから。金しかないからもう。そうそう、福島って言えばさ、はい、東日本大震災。はい。ねえ。そうです。大変だったですよね。はい。もうね、実は東日本大震災の日から声が出なくなって。いい？こんな話して。はい。そうそう。もう声が出なくなってね。で原因が分からなくて、はい、いろいろ調べたんですけど、結局ね、声帯萎縮って、声帯がね、ビーフジャーキーみたいになっちゃう病気なんですよ、はい、で本当はだからもう寝たきりの80歳の全然喋れないような80歳以上のお年寄りがなる病気なんですけど、僕は実は年末からずっと格闘技もやって、なんかその時は東京フレンドパークもやってたし、なんか、レギュラーが5本ぐらいやってエグザイル魂とかのね、はい、でそれが突然地震が来て、その時も東京フレンドパークの収録中だったんですけど、はい、で、ピタッと仕事がなくなって2週間お休みってなって、バラエティーなんか全くやらなかったじゃないですか。でその時にすごく強力な抗炎症剤を飲んで3日間黙ってたんですよ、声出さなかったの、はい、そしたら萎縮しちゃって、でそれ治るのにね5年ぐらいかかりました。俺へだから、だからその間もちろんサッカーの試合とかありますから、はい、だからゴールって声が出ないんですよ、カーぐらいしか出ないの、だからもうその時はね、自分で喉仏をつまんで声帯をくっつけてガールってやってたんですけど、それをガールってやったやつを何パターンか録音しといて、はい、でゴール入るとパーンと叩いて出したんですけど、はい、サポーターがあれ録音じゃねえかっていうのがネットに出てやばいバレてるなんてもう、ね、それからなんかもうどうにかこうやってなんていろんなことやりながら
声出してたんですけど、まあそういうなんか今ちょっと福島でね今思い出しちゃったんですけど、そういう苦労もありつつ、もう今も全開したんですけど、あ、もうそれは分かります。あ、はい、ずっと止まりませんから喋ってるからね、田子さんの、申し訳ございません、もう年取ると病気の話ばっかりだから本当に申し訳ないということですね、はい、全然台本が真っ白でこれ時間が埋まるかどうか分からないってなってたんですけど、まあ、ご覧いただいている方のお気持ちは全くこちら分かりませんけれども、なんとかお時間になってしまいました。あ、そう、はい、もう今1時45分で間もなく、はいはい、会場ではデクテックのシェン君とそして DJ 平勝君が登場となりますので、ちょっと空気を変えに行こうよ空気をで呼吸だっておっしゃってましたよね。アロハだから、さっきシェン君が放送始める前にタゴさんに教えたそのまんまじゃないですかもう俺の顔見てね、なんかこいつイラついてんだと思ったんだろうねきっとね。そういうわけじゃないんですよ、アロハとか言われて、呼吸法を教わっちゃったんじゃないですかね。なんか急にピースになりましたからね、はい、本当にぜひその空気も味わっていただければなと思います。ということで今日はですね、ユナフェス、田口千尋さんにわざわざお越しいただきまして数年ぶりに駅弁を食べてこの福島駅そう、はい、何弁当召し上がったんですか。ね、マグロ漬けイクラ弁当、ちょっと豪華な。いや、もう普通すいません、ぜひですね今日一日福島楽しんでいただければと思います。はい、田子さんありがとうございました。こんな男ですいませんということでユナフェスまだまだ続きますので皆さんお楽しみください。配信ご覧いただいた皆さんありがとうございました。そして田子さんありがとうございました。どうもまたね